アワシホテル2012年中央にアワシとウィンダムグランドアワシウィンダムグランドアワシはアメリカのホテルチェーンウィンダムホテルリゾーツとのフランチャイズ契約のもとで日本のグッドリゾート株式会社が運営している高級リゾートホテル静岡県沼津市沖合の無人島アワシに所在するホテルへのアクセスは沼津市街地側から連絡船を利用するものとなっている 1991年に株式会社アワシマホテルが運営する海員製リゾートホテルアワシマホテルとして開業し後年グッドリゾートに移管された。本校では当ホテルの過去の運営会社で破産手続き中の株式会社アワシマホテルについても開設する。1991年東京省は銀行の経営者だった長田昭一の手により開業。当初は 銀行の VIP 接待用という位置づけの会員制ホテルであった。ホテルのロビーにゴーギャンなどの絵画が並ぶ豪華な施設で、60室は全室スイートルーム。ジャック・シラク元フランス大統領が訪問したことも、ある高級ホテルであった。2018年に、当時の運営会社であった、株式会社アワシマホテルが、愛知県名古屋市に本社を置く、賃貸物件や賃保証会社、 株式会社オーロラに買収され、同社市会社のグッドリゾートに運営が移管されたことに伴い、グッドリゾート、淡島ホテルに解消した。2020年、運営会社であるグッドリゾートがアメリカのホテルチェーン、ウィンダムホテルリゾーツとフランチャイズ契約を締結したことに伴い、同年3月26日にウィンダムグランド淡島に解消した。 株式会社アワシマホテルは、かつて、アワシマホテルを管理、経営していた会社。バブル景気崩壊後は、経営が苦しくなった上に、1999年には、創業者が経営する、東京省は銀行が破綻したが、ホテル経営は創業家の長田一族により維持されて、北に、長田昭一が死去した、際の肩書は、アワシマホテル顧問であった。2018年4月、 株式会社アワシマホテルは、株式会社オーロラに対し株式会社アワシマホテルの全株式を譲渡。2019年12月20日には、静岡地方裁判所沼津支部から、破産手続き開始の決定を受けた。また、この破産手続きの際に引き続きホテルを経営する、目的で不正に財産を処分し、財産の募集を免れたとして、 2021年9月22日にオーロラの一部経営人など5人が破産法違反の疑いで静岡県警察に逮捕されている。ありがとうございます。